皆さんこんにちは、ペパーズです。今日はイスラエル・パレスチナ問題最終回、4回目の最終回ということで、現代のパレスチナどうなっているのかということが分かればニュースが分かるということですね、やっていきたいと思います。ちょっと長い動画になるんですけども、なるべくね、要点だけをまとめて分かりやすくね、なるべく早口で喋っていくので、ぜひ最後までお付き合いください。では行ってみましょう。これは前回と同じなので飛ばしますね。さあ、ここまでの領土図、これ全部イスラエル、青い部分がないわけですね。さあ、そして1972年ミュンヘンオリンピック事件がついに起こってしまうわけですね。どういう事件かというと、ミュンヘンオリンピックがあったんですけども、パレスチナのテロリスト組織黒い9月という、ね、テロ組織が選手村に侵入してきて、イスラエル宿舎で9名を人質に取り、イスラエルに収監されているパレスチナ人の解放を求めたわけですね。そのなんか夜にですね、塀を飛び越えてリュックを背負った人たちがいっぱいその選手村に入ってきたんですけど、ガードマンもね、気づいてたらしいんですけど、夜遊びしすぎてやべえっつって帰ってきちゃった人たちなんだろうなみたいな感じで気にも留めなかったらしいんですけど、結局この人たちがですね、テロ組織だったということですね。この時ドイツ国内ですね、特殊警察は存在していなかったんですね。今では GSG9 っていう特殊警察があるんですけども、これ普通の警察が当然対応したんですけども、こういうこと慣れてないですからね、結構対応がちぐはぐだったと言われております。結果どうなったかというと、自爆テロによって9名のイスラエル選手団全員が死亡という最悪の結果になったわけですね。いやー、悲惨な事件ですね。この事件を契機にドイツは GSG9 という対テロ組織特殊部隊が組織できて、ルフトハンザ航空ハイジャック事件を見事に解決に当たったんですけど、ちなみにですね、この黒い9月の解放要求の中に日本赤軍の岡本の解放要求もあったそうです。こういう事件が起きてですね、ユダヤ人アラブ人のパレスチナ問題っていうのはね、根深いぞと世間に衝撃を与えた事件だと言えますね。そんな中ですね、ついにこのオスロ合意、この問題をほっといちゃダメだろうということですね。湾岸戦争を機にですね、パレスチナ問題を放置しておくと厄介なことになると世界がね、ようやく重い腰を上げて、アメリカの仲介でイスラエルとパレスチナが手を組んだオスロ合意、要するにパレスチナ暫定自治合意、とりあえずね、全部ユダヤ人のものってちょっとやりすぎだからね、ちょっと返しましょうよ、ちょっとでいいから返してあげてくださいということですね。オスロ合意というものが出来上がったわけですね。で、内容は何かというと、パレスチナの暫定自治を認めましょうということですね。ガザ地区とヨルダン川西岸地区が帰ってくるわけですね。その2つの、地区からね、イスラエル軍を段階的に撤退させて、その暫定自治を認めますよということですね。なんとかギリギリの妥協案というか和解策をやったわけですね。地図で言うと、こういうふうに元の状態に戻ったわけですね。右がヨルダン川西岸地区、左がこのちょっとしかないところがガザ地区。このガザ地区はもう今でもね、ロケット発射で揉めてますよね。で、現在アラブ人が居住しているのがこの2カ所しかないと。ほとんどがもうユダヤ人の居住区になってしまったと。どうしてしまったんでしょうかね、このパレスチナ問題もね。で、この主にね、ガザ地区で活動しているのがこのハマスという、聞いたことありますかね、過激派なんですけど、ロケット弾ガンガン打ち込んだりするハマスですね。で、対してこの穏健派と言われるファタハというグループなんですけど、この辺もね、ヨルダン川西岸地区とかに多く行って、この辺の人たちはね、どっちかっていうと割とそのガザ地区に比べると割とこういい生活をというかね、をしてるみたいですね。で、ガザ地区ってどんなところなのかというと、種子島ほどの大きさしかないところに200万人が住んでですね、周囲は高い壁で囲まれておって、天井のない監獄なんて呼ばれてますね。で、空爆でたくさんの命が奪われたわけですよ。その上、瓦礫の山でが築かれて、道路や水道などのインフラも破壊されたりして、割と悲惨な生活を今でも送ってるのがこのガザ地区、争いの拠点となっているところですね。
対するヨルダン川西岸地区、どんなところかというと、まあ、ショッピングモールなんかもあってですね、イスラエルから物資やお金なども入ってきたりする、割と穏健派が多く住んでるところなんで、まあ、自由は完全ではないんですけども、許可制で、まあ、イスラエルに働きに行くこともできると、まあ、ちょっとガザ地区に比べるとフリーダムですね。まあ、だけどアラブ人の住宅を奪い土地を収容したりする入植地問題なんかも、まあ、この見受けられると。で、一旦自分たちのものにしたら二度と返すことはないということですよね。まあ、現状維持バイアスが働きますからね。まあ、その後のパレスチナ問題どうなってるかというと、ガザ地区とヨルダン川西岸地区はやっとの思いで帰ってきましたけど、まだまだ完全な独立ではないものの、まあ、2000年ぐらいまでは、西暦2000年ですね、2000年ぐらいまではやや安定的な状態を取り戻していると言われました。対するイスラエル、まあ、一部ガザ地区とヨルダン川一部とはいえ、長年確執のあるパレスチナ人に、なんでそんなユアスユアスと土地を明け渡すんだっていうイスラエルの強硬派からものすごい不満の声が上がったわけですね。その不満によって、まあ、当時のラビン首相っていう首相が右翼のユダヤ人青年に暗殺されてしまうという、まあ、これもね、もうなんかすごい事件が起きるわけですね。お前ら宿敵のアラブ人になんでそんな土地、我々の土地やるんだみたいな、おかしいだろ、もともと俺たちの3000年前に俺たちのものだって神が言われたのにみたいな、もう宗教の問題は根深いですからね、怖いですよ。さあ2000年、イスラエルシャロン首相がなぜか岩のドームを歩く事件ということが起きます。どういうことかというと、あとこのラビン首相の後にシャロン首相という人がついたんですけど、私は平和の使者であるとね、なんかよくわけのわかんないことを言いながら岩のドームを一周して帰ってくるという事件が起こったわけですね。なんでこれのたったあることが事件なのと思うかもしれませんけど、まあ、アラブ人にとってイスラム教はですね、まあ、もう命の次に大事な教義なわけですね。その聖地がエルサレムにある岩のドームなんですね。ムハンマドが天に登ったと言われるあの岩のドームがあるところですね。これを、まあ、ユダヤ教の人たちが歩いて行ったということはですね、この土地は、要するにエルサレムは俺たちのもんだからお前たちなんかあげないぞという、なんかこう意思表示に移ったわけですね。まあ、イスラムの聖地にイスラエルの政治家は行ってはいけないという暗黙のルールがあったんですけど、それをあえて破って、私は平和の使者であると言いながら歩いて一周してきた、帰ってきたということは、この俺が歩いたところはお前ユダヤ教のもんだからな、イスラエルですらやらないぞということで、もう刺激を受けたアラブ人はね、怒るわけですね。イスラム教徒はこれを見てね、お前らの聖地は俺のものというメッセージを受け取って、ここから爆弾テロが頻発するようになるわけですね。いやー、もう争いごと起こすなよと思うんですけど、まあ、なんかもうやっぱり領土の問題って根深いんですね。さあ、そこでヨルダン川西岸地区に壁を作るわけですね。テロが頻発するので、ヨルダン川西岸地区に高さ8メートルで700キロに及ぶ圧倒的な壁を建設するわけなんですけど、この壁も、まあ、ちゃんと自分たちの国の境界線はここだからね、ここから壁作るよとやればいいんですけど、ちょっとね、食い込み気味にアラブ人の土地の方に入って壁を作って、ちょっと侵食してるわけですね。あ、ちょっとでもね、俺たちのもんだみたいなね、こっからだ、いや、そこ俺たちのもんね、なんで食い込んで壁作るんだよということでね、ここにも刺激のネタがあるわけですね。まあ、ただ壁ができてテロが減ったことで、まあ、危害が減ったんだったらもう交渉は必要ないんじゃないのっていうね、雰囲気にだんだんなってきて、和平するというね、機運がだん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 遠くなるというね、なんとも皮肉な結果にもなるわけですね。さあ、そんな時に、PLO のアラファト議長が死んでしまいます。2004年 PLO のアラファト議長が亡くなって、 PLO の力が低下するのと同時に、まあ、過激派のハマスいましたよね。ハマスがガザ地区を中心に台頭してくるわけです。 PLO なんかに任せていたらね、ダメだってことですね。過激派のハマスがね、台頭してくるわけですね。で、ヨルダン川西岸地区では穏健派のファタハがイスラエルと和平交渉を続けるという、
まあそのアラブ諸国のアラブのね、パレスチナのアラブの人たちにとってもその一枚岩じゃないわけですね。土地も 分断されてるわけですね。まあハマスはもう力ずくで奪い取れっていう方で、まあファタハの方は、まあ、和平交渉を、ね、粘り強く続けるしかないだろうというような感じで意見が真っ二つ分かれてるわけですね。現在もハマスがイスラエルにロケット弾を撃ち込んで、イスラエルが報復するという図式は変わっておりません。じゃあハマスって何者なのかというとですね、そもそもイスラエルの存在を認めていないグループなんですね。でパレスチナ地域の全部の解放を求める、まあ、あのパレスチナ今真っ赤っかにほとんどなってますけど、あれ全部青くするっていうのが、まあ、このハマスの求める思想ですね。この過激派組織、まあ、よくロケット弾とか撃ってますからね、がハマスですね。あと首都問題っていうのもあって、まあ、イスラエルの首都はテルアビブっていうの海の近くにあるところなのか、はたまたエルサレムなのかっていう問題がずっとあるわけですね。まあ、国連としてはですね、争いの火種になるから首都はエルサレムには置かないでね、まあ、一応ね首都はあのテルアビブっていうところになってますけど、まあ、日本連合赤軍がねあの大使館を襲って事件を起こしたところですね。ロッド空港ねあるところですよね。ここが一応首都ねっていうことにしてるらしいんですけど、まあエルサレムが首都っていうね見方もあるんですよね。でトランプはですね、大使館をエルサレムに移設しようと言い出すんですね。あの大使館っていうのは首都にあるんですけど、まあ、ずっとテルアビブにあったからおかしいんじゃないかということですね。首都はエルサレムだから大使館はエルサレムに移転しなきゃねってことを言い出して、おいおい刺激すんなよとトランプさんよということですね。まあ、こういう問題が次から次へとここで起きるわけですね。まあ、ただでさえ難航している和平の道はますます遠のくということになるわけですね。さて、じゃあ急転直下アラブ諸国に変化が起きるわけなんですけど、まあ、UAE あとまあバーレーンが突然イスラエルと国交を結んでしまうという、あれこのイスラエル問題が落ち着くまでは断固戦うってアラブ諸国の人たち言ってましたよねって思うんですけども、まあ、ここへ来てですね突然国交を結び始めるわけですね。まあ、ハイテク産業のイスラエルとオイルマネーのアラブが手を結べば、まあ、両者ウィンウィンになるわけですから、これはもう経済面にとって大きいわけですね。まあ、この頃もねトランプも言ってましたけど、アメリカンファーストって言ってましたけど、自国第一と、まあ、こういう流れが全世界的にもね、まあ、トルコのエルドアン大統領も言ってましたよね。まあもうボリス・ジョンソンもね自国第一と、だからもう 全員が全員の自国第一のことを考え始めた時にもう、まあ、余裕がないわけですね。だからもう自国がとりあえず潤わなきゃということですね。まあ、次々と、まあ、UAE とかバーレーンのような国が現れる。その後もですねスーダンとモロッコも続いて、パレスチナと解決するまでにイスラエルを認めないと言ってたのに、こうどん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 ね手を結んでアラブの大義っていうものはここで崩れていってしまうわけですね。パレスチナが頑固なら周辺のアラブ諸国の和平を模索するのだということですね。トランプの打ち出した方針が、まあ、一定の成果を上げたと見るべき見方もあるみたいですね。さてトランプ政権がなくなってバイデン政権になりましたよね。バイデンの政権は何かというと、バイデンの政権の優先順位プライオリティの最初は中国なんですね。決してあのパレスチナではないわけです。中国が最優先でパレスチナはずっと後回しになってると。だ2021年5月ね、イスラエルの武装警察がイスラム寺院に突入したのを機に、警察とイスラム教徒が衝突するという事件が起こります。もう事件ばっかりですね。重要なイスラム施設を踏みにじられたということで、ハマスが激怒してイスラエルに向けて200発のロケット弾を撃つわけですね。アルアクサーモスクというこのところが踏みにじられたということですね。でもバイデンはかかりたくねえなーって、まあ、中国今大変なんだよということですね。パレスチナに関わってられねえよということですね。やってたんですけど、ハマスがロケット弾を撃つわけですね。まあ、それでイスラエル側から報復して空爆というようなことが、まあ、つい最近ですね、2021年ですからね、起こったわけですけど、まあ、皆さんもねなんかこう夜にこうなんかロケット弾がヒューンって撃ってる映像とかね、あのパレスチナで
こうハマスがロケット発射しましたみたいなニュース聞いたことあるかもしれませんけど、 これなんですね。なんかこうこのモスクがですね踏みにじられたっていうことです。ハマスが激怒してロケット弾発射と、まあ、こういう事件があったんですけど、まあ、バイデン政権アメリカはですね世界の警察を辞任するなんて言ってた時期もあったんですけど、もうバイデンになって弱腰で、もうアフガニスタンも撤退しましたからね、かかりたくねえなーということで、あんまりこう積極的に介入はしなかったみたいですね。さあ現在のパレスチナどうなってるかおさらいしておきましょう。青いところがまあアラブ諸国の人たちが住んでるところで、まあイスラエルはですね、ベンジャミン・ネタニヤフが、まあ、ずっと長い14年ぐらい政権取ってたんですけど、まあ、右派と言われるベネット首相に変わりましたよね。で和平は厳しいという見方が一層強まっております。まあ、今後さらにパレスチナのイスラエル化が、まあ、進むんじゃないかというような予測が立っておりますね。ベンジャミン・ネタニヤフもね、まあ、相当なあの右派でしたけどもね、まあ、もっともっと右派だと言われるベネットがなって、まあ、ますますあの仲良くするのは厳しいんじゃないのかということですね。でパレスチナ PLO はどうなったかというと、まあ、武力に限界があると感じてるわけですね。まあ、アラファトの絶対的なカリスマもいなくなっちゃったし、であくまでも和平を模索してパレスチナ国家を悲願としているのが、まあ、PLO パレスチナ機構という解放機構ということですね。さあこのハマス、過激派のハマスはどう考えているかというと、イスラエルの存在認めないと、うわ過激ですね、もう認めないと、こんな赤い地域がいっぱいあるのに、まあ、認めないぞと、もうユダヤ人の存在認めんと、もともと俺たちが住んでたんだと、イスラム教国家の構築を目指していると、まあ、イスラム教の教義を大切にしているとも言えますね。これがハマスですね。まあ、ハマスとイスラエルとこの PLO のパレスチナとこの三つどもえの考えがこの狭いところにギュギュッと、構築されているというのが現在のイスラエルパレスチナ問題となっております。さあじゃあ超ざっくりとですね、今までの、1,2,3,4 回やってきましたけど、超ざっくり簡単にやっていきましょう。もう1話忘れてるかもしれないですよね。3000年前、神様が、ユダヤ人に対してお前たちここに住んでいいよって言われたと。で王国を築いたけどいろいろ迫害されて、バビロニア捕囚とかやって、まあ大変な目にあって迫害されて国を追われましたということで、国を追われたその国の先々で、あいつらねなんか汚いことしてお金稼いでるらしいよっていうことで迫害を受けて嫌な噂を流され、ゲットーというね、お前たちはこの辺にしか住んじゃいけない、他のところに住むなっていうことで居住区もね選定されると。でね汚いことやってお金を稼いでると、まあ、今年やかに言われてひもじい思いをしてたわけですね。でそんな中ですね、イギリスの、三枚舌外交があって、まあ、大変な目に遭うと。その第二次世界大戦ではヒトラーによる、まあ、あれですね、迫害、ユダヤ人の迫害ですね、アウシュビッツ強制収容所などで、もう悲惨な歴史の負の遺産がねありますけど、そんな中でものすごい迫害を受けて、もうなんでユダヤ人ってこんな目に遭わなきゃいけないんだ、やっぱり自分の国がないからこんな目に遭うんだ、自分の国帰りて、あの3000年前の王国は良かったなということで、国に戻り始めたらアラブ人がいたわけですね。おなんだお前らっていうことですね。いや俺たちここに、ま、大昔住んでたから国返してって言われて、ふざけんじゃねえということで争いになって、国連が出てきて、まあまあまあ分割しますよということで、こんな分割案で納得できねえということで中東戦争を起こしますよね。中東戦争4回あったけど、イスラエルの圧倒的な軍事の前に4回とも惨敗してしまいます。そして全部真っ赤っかになっちゃったんで、さすがにそれはないでしょうということで、アラファトを中心に PLO が結成され、ちょっとは返せよということで猛抗議をします。そして、そのアラブのパレスチナの中でも、ガザ地区を中心にしたハマスとファタハが出てきて一枚岩ではないと。 PLO、 そのイスラエル、ハマス、そしてこのパレスチナ解放機構が今三つどもえとなって、ごちゃごちゃごちゃっといろんな思想が絡まり合ってこの土地に収まってるというのが現状ですね。まあ、なんとなくざっくりと最初の3000年前からの今の流れ理解できましたでしょうかですね。これがざっくりとした流れです。もう複雑すぎてもうなんだかわけわかんないですよね。
さあ両者の DNA はどんな DNA になってるかというと、まあ、ユダヤ人は歴史上過酷な運命にあってきましたと。でどうすれば生き延びれるかということを模索してきた人種で、過去の黒歴史はもう嫌だと、まあね、ユダヤ人の虐殺とかね、あのアウシュビッツとかいろいろあったんで嫌だと。で国領土を脅かされるっていうのはイコール生命の危機だ、我々の人種の危機だ、必要以上に必死に身を守るという DNA が根強く残っていると。対するアラブ人はただの危険なテロ組織ではない、なんかアラブ人って聞くといや危ないんじゃないか、テロ組織怖いみたいな感じで思いますけど、まあ、このアラブ人にとってもですね、まあ、大切な家族や友人恋人をね殺されて、目の前で殺されたりした悲しい過去を背負ってですね、なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだ、今までずっと何千年も平和に暮らしてたのにあいつらが急にやってきてからおかしくなったんだ、それで挙句の果てに難民になりましたからね、そして挙句の果てに国がなくなったというわけが分かんないですよね。アラブ人からしたら不当な占領を早く終わらせたい、なぜこんな理不尽なもどかしをもしなきゃいけないのか、昔のように平和に暮らしたいだけなんだよ、 DNA ですね。さあ、4回やってきました。長かったですね。で最後のまとめです、まあ、遠い中東の異国の地で起きているおっかない紛争かもしれません。ただ両者はそれぞれね、自分たちの正義と主張を掲げて自分のため、そして家族のためにやりたくもない争いをずっとしてるわけですね、まあ、おかしいですかね、理不尽。でこのパレスチナ問題は世界でも類を見ない問題となっています。もし今後中東をきっかけにですね、世界の国際情勢が大変なことになったら、この問題をちゃんと理解してないと直面したニュースがうまく理解できるのが難しくなるかもしれません。それぐらい複雑な問題だったということはご理解できたかと思いますね。でもし自分が何らかの加減でユダヤ人として生まれたらとかですね、ホロコーストに直面していたらどうなんだろうとかですね、もしアラブ人に生まれてガザ地区で家族が殺されていたら自分はどうするんだろうなんてこともね、ちょっと難しいかもしれませんけどね、そんな想像もしながらね、考えながらこの問題を取り上げてみました。まあ、この動画でですね、世界のことをねちょっとでもね興味を持ってくれたらね、この動画を、まあ、長かったですけどね、作った甲斐があったなと嬉しく思います。さあ皆さんはこの4回ね、長かったですけど、動画を見てどう思ったでしょうかですね、本当に世界はというか、このちっちゃいこのイスラエルの国ですね、こんな大変な歴史、こんなにねすごい事件や事故がいっぱい起こってですね、今でももう何千年経っても解決しないってことがあるんですね。日本は本当恵まれてね、いい国生まれてよかったなと思いますけど、まあ、世界ではこういう国があるってこともね忘れずに、今後ニュースを見ればより世界が理解できると思います。さあ、本日はこんなところでお開きにしたいと思います。この動画が良かったですね、高評価、そしてチャンネル登録、そしてベルマーク、ぜひともよろしくお願いします。次回からもですね、皆さんの役に立つような動画を少しでもね配信できたらと思って邁進していきますので、ぜひともよろしくお願いします。それでは皆さん、次回の動画でぜひお会いしましょう。さよなら。